九州号九州号は福岡県福岡市と長崎県長崎市を結ぶ高速バス路線である。九州急行バスが運行している。福岡市の博多バスターミナル、西鉄天神高速バスターミナルと長崎市の長崎駅前を結ぶ高速バス路線である。もともとは1966年に一般道経由の特急バスとして運行開始し、1981年から 長崎自動車道の開通に合わせて高速バスとして運行する路線である。運行に携わる九州急行バスは、福岡県、佐賀県、長崎県の路線バス事業者5社の共同出資による本路線を運行するためにのみ設立されたバス事業者であり、高速バスにおいて関係地の複数社による共同運行が一般化した現在では、珍しい運行形態となっている。 2015年1月19日現在2種別6系統があり、総運行本数は平日56往復、土日宿費58往復である。ただし一部の期間には休日であっても平日ダイヤで運行されることがある。福岡、長崎両市内のみに停車するスーパーノンストップと途中の主要停留所に停車する系統がある。スーパーノンストップは 長崎市内の経路の違い、大村インターの停車の有無によって、その他の系統は、福岡空港の停車の有無、嬉野温泉経由の有無で3系統に分かれる。なお、かつては、確定留所に停車する確定便もあったが、現在は運行されていない。なお、福岡空港、嬉野バスセンター立ち寄り便のほとんどが、後続のスーパーノンストップ便に追い抜かれる。 全区間の所要時間は、スーパーノンストップが2時間30分程度、その他の系統が2時間50分台。福岡発よりも長崎発の所要時間の方が、若干短い。スーパーノンストップ便は、座席指定制で、その他の便は、予約定員制。乗車日の1ヶ月前から電話、またはインターネットによる予約が可能。また、予約は、九州急行バス本社。 長崎支社では取り扱っていないため、予約センターにて予約を取る必要がある。博多バスターミナル、西鉄天神高速バスターミナル、福岡空港、長崎駅前から乗車する際は、発車10分前に発車時間、便の指定された乗車券を購入するか、確定券を受け取る必要がある。これら以外の場所から乗車する場合、もしくは予約センター営業時間外に乗車する場合は、 乗車の際、予約時の電話番号、または氏名を運転士に告げ、予約を確認する。正規便運行開始時の車両のカラーリングを再現した車両、かつて使用されていた西港を、S 型車両西鉄観光バスが担当していた、九州高速行便、高速バス福岡長崎線、九州号スーパーノンストップに座席指定制を導入します。西日本鉄道、 2013年2月18日閲覧。ダイヤ改正07-01福岡長崎線。西鉄暮らしネット。2014年5月30日。九州急行バス運行開始50周年。記念イベント開催西鉄暮らしネット。2016年9月13日。長崎連絡切符の発売について。名鉄バス。2018年12月9日閲覧。 長崎福岡高速バス、九州号で、長崎にもかがご利用いただけるようになります。にもか、九州急行バス、http www. 西鉄、nejp、九州号、dbwp、コンテント、アップローズ、2020、02。 レイチ E31F99,244 バック 6F20D6 ダファフに CE24,157PDF2020 年3月23日閲覧。福岡長崎線、九州号確定日に座席指定制を導入、九州急行バス、httpwww. 西鉄、nejp、九州語、db, wp、コンテント、アップローズ。 2020-12D414FQW7 フォルティシモ8ファイ e EC20BBB4C4&3A3 から 2PDF2021 年3月20日閲覧。ありがとうございます。